コンビナート火災や航空機事故といったガソリンなどの危険物による火災に対応する化学消防車です。高松空港に導入された新型車両がお披露目されました。大きな放水銃を屋根に備え付けたオーストリアのローゼンバウアー社製の化学消防車です。現在使用している車両の老朽化に伴い導入されたもので、性能も向上しました。タンクの容量はおよそ1万リットルで、毎分5200リットル以上を90メートル先まで放水できます。泡や粉末の消火剤などを撒きながら特殊な火災に対応します。スペックが上がってるっていうことは聞いてますので、まあ、その点は頼もしいかなと。これからもまた定期的に他の車の入れ替えなんかも検討していきたいと思っています。今後職員が車両を扱う訓練を受け、来月下旬に本格運用が始まる予定です。